エルレイン！なぜここへ。お前たちに神は殺せはしないのに。見くびるんじゃないよ。もちろん戦うためにここへ来たんだ。私たち自身の意志で。それがどのような結果をもたらすのか分かっているというのに。覚悟はできている。エルレイン、私たちは人々の救済という同じ使命を背負った存在。けれど彼らと過ごした日々の中で私は知ったの。人は救いなど必要としないということを。遥か先にある幸せを信じて苦しみや悲しみを乗り越えてゆける強さを持っているということを。お前は何も分かっていない。人は脆く儚い存在。自らの手で苦しみを生み出しながらそれを消すことすらできない。だからこそ人は神によって守られ、神によって生かされ、そして神によって救われるべきなのだ。へっ、冗談じゃねえ。俺たちが欲しいのはまやかしの幸せじゃない。たとえ小さくても本物が欲しいんだ。何が幸せで何が不幸せか、それを決めるのは私たちでしょ。神様なんかお呼びじゃないっての。確かに生きることは苦しいさ。でもだからこそその中に幸せを見つけることができるんだ。幸せとは誰かに与えられるものではない。自らの手で掴んでこそ価値があるんだ。神の救いこそが真の救い。それが分からぬとは。神はもうすぐ降臨する。そう、完全な形で完全な救いを人々にもたらす。それを邪魔するというのなら、私の手でお前たちを神のもとへと返してやる。それが私がお前たちに与えられる唯一の救い。俺もみんなと同じ気持ちだ。だからここまで来られたんだ。俺たちは神の救いなんか必要としていない。もう迷ったりはしない。俺たちの手で必ず神を倒す。よし、行くぜ。ハッテ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 ットリニティスカー。スラストファング。ハッテッテッソーハニ。クーハッ。愚かな。スラストファング。愚かな。クレイジーコメント。愚かな。愚かな。ファーストライク。ネガティブゲイト。テッテッソーハニ。ソーハニ。共にキー。クライアントゲイト。マルケン浄化の炎を消えろ。ハッテッテッ。マルケン。ネガティブゲイト。エアプレッシャー。プリズムフラッシャー。スラストファング。凍結は中央、せめてセスナにて砕けよ。インプレイスエンド。イニシエより伝わりし浄化の炎を消えろ。エルセントノバ。クレイジーコメント。超えるというのか。私は人々を救うため、神の力だけがそれを可能にする。
リアラ、我が聖女よ。なんだ！フォルトナ！エルラインの目指した方法では、残念ながら人々を絶対の幸福に導くことはできます。さあ、今度はあなたの番です。どんな答えを持ち帰ったか、私の前に示してごらんなさい。真の救済、真の幸福、それらを人々にもたらすために、私が何をなすべきかを。フォルトナ、あなたのなすべきことは何もありません。何もない？そう。なぜなら、本当の幸せはここにあるから。人は皆幸せを持っています。それは苦しみの中にも幸せを見つけようとする心、それは幸せな未来を信じ続ける心、それは自らの手で幸せをつかみたいと願う心。神の力をもってしても与えることのできないもの。リアラ、今の言葉が何を意味するか分かっているのですか？あなたは、あなた自身の存在を否定しているのですよ。いいえ、それは違うわ。私が生まれた意味は確かにあった。それはカイルに出会えたこと。カイルと共に悩み苦しみ、そして幸せを手にできた。そう、私はカイルに出会うために生まれてきたのだから。リアラ、だからこそ確信を持って言える。フォルトナ、あなたも私も消えるべきなのです。人の手によって。なんと愚かな。あなたは人々にこの世界を委ねるというのですか？自ら幸せになる力などありはしない。こんなにも小さく儚い人という存在に。確かに俺たちはお前から見ればちっぽけな存在かもしれないけれど、俺たちは歩いていける。誰の手も借りずに自分たちの歴史を刻むことができる。だからもう神はいらないんだ。なぜです？人の望みによって生まれた私、なぜ人が否定するのです？私は人々を幸せに導くための存在などになぜ私を否定するのですか？僕らの人であるあなたたちが。この歴史は破壊すべき。エルレンが望んだように。なんだ！安心なさい。閉じてもすぐに次の歴史が産声を上げる。ヒデロ、ディアフレスト！千年前、それ以前の歴史の終わり、あなたたちの歴史が始まったよ。ふざけるな！無益だということも、無駄だということも、何故に理解しない。役割を終えた歴史に存在する意味などありません。失敗しただけで、そこにはわずかな数すらない。歴史はそんなに軽いもんじゃない。一人一人が生きた、その積み重ねこそが消えるとか言うのか。あれが、そう、
神であるフォルトナの核となるレンズ、そしてあなたが砕かなくてはいけないもの。これを砕けば全てが。帰る？できるわけないだろう。世界を救うためだからって君を殺すようなことを俺が、この俺が。カイル、お願いだディアラ、一言でいい、たった一言、消えたくないって言ってくれ、頼む、消えたくないと言ってくれディアラ。カイル、私消えていくことは怖くないの。私が怖いのは、このまま神の一部として消滅していくこと。でも、あなたがレンズを砕いて私を解放してくれれば、そうすれば次に生まれた時は同じ人間としてあなたに巡り会えるかもしれない。だから、カイル、レンズを砕いて。辛いか悲しいか、神がいればこそ人はその苦しみから救ってもらえるのだ。だがお前はその神を殺した。もう二度とお前たちに安らぎはない。愛と繁栄に満ちた明日は訪れないのだ。違う。神の導きを失ったお前たちに未来はない。違う。まだ間に合う。神に願い、神を求めよ。神こそが全てを癒す大罪人であるお前の苦しみですら、それがお前たち人間の願いのはず。違う。この胸の痛みも苦しみも俺のものだ。神にだって癒せない。癒されてたまるもんか。だから全てを委ねることのできる神なんていちゃいけないんだ。俺たちの未来はお前に作ってもらうものじゃない。未来はここにある。ここから始まる。消えろ。そう、未来への時の糸は人の手によって紡がれる。だからこそ無限の可能性が生まれるの。リアラ、カイル、リアラ、俺は、俺は、だから私信じてる。あなたが作る未来を、あなたと出会う未来を信じているから。だから私、リアラ、ありがとう、カイル。あなたと出会えて本当に良かった。
イル。カイル。カイロ。カイル。これは時空間の歪みが激しくなってる。歴史の修復作用ね。どういうことなんだい？神が消滅したことによって時の流れに関するあらゆる干渉が排除されつつあるんだ。エルレインが行った神の降臨も、バルバトスが企んだ英雄の殺害も、そして僕たちが今までしてきたことも、全てがなかったことになる。もちろんそれに連動して私たちの記憶も消える。今回の旅のことやお互いのことも忘れる。つまり初めから出会わなかったことになるのよ。私たちは全てはあるがままの姿に戻るってわけか。それでも絆は消えない。みんなと一緒に旅して結ばれたこの絆が消えるなんてこと絶対にない。俺は非科学的ね。でもそういうの悪くないかも。結局人の思いを形にするのが科学の力なのかもしれないし。はっ、これはこれで新しい研究テーマになりそうな予感。あらら、どうやら私が最初みたいね。ハロルド、ありがとね。面白い体験させてくれて。あんたたちみたいなのが未来にいるって分かっただけでもラッキーだったわ、ほんと。じゃあね、さよなら。次は私みたいだね。ナナリ、情けない顔すんじゃないの。そんなんじゃ孤児の子たちに笑われるよ。あんたお兄ちゃんなんだろ。みんなのお手本になれるように頑張りなよ、誰かさんみたいにね。おい、ナナリ、それってもしかして。私たちは同じ時代に生きてる。だからどこかでまた巡り会えるって信じてるから。だからさよならは言わないよ。また会おうね。約束だよ。おい、ナナリ！言っちまいやがった。いよいよか。ジューダズ、お前はどこへ帰るんだ？わからない。もともとジューダスなる男はどの場所どの時代にも存在しない。時空間の彼方をさまようか、リオン・マグナスとして消滅するか。そんな、それでいいのか、ジューダス。ジューダスとして生きると決めた時から覚悟していたことだ。それにお前たちと出会えた。一度死んだ男が手にするには大きすぎる幸せだ。それが手に入ったんだ、悔いはない。ジューダス、僕が助けるつもりだったが実際は逆だったかもしれないな。ありがとう、カイル、ロニ。ジューダス、さらばだ。なんだ、俺たちもか。ロニ、じゃ消えちまう前に言っとくか。スタンさんが亡くなってから俺はお前を守る盾になることをずっと自分に課してきた。それは俺にとって誇りだったし喜びだったし、時には重荷に感じられることもあった。けどいつの間にかお前は盾としての俺を必要としなくなってた。守るべき存在を見つけ、お前自身が盾になった。あの時から。でも俺はリアラを守ってやれなかった。リアラの盾にはなれなかった。いや、お前はリアラを守ったさ。あれが唯一彼女を救う方法だった。そしてそれができるのは
お前だけだったんだ、カエル。よく頑張ったな。やっぱお前はすげえよ。俺の自慢のダチだ。俺もロニは自慢の親友さ。ありがとうよ。じゃまたな、カエル。ロニ、ジューダス、ナナリ、ハロルド、ありがとう、みんな。未来はここにある。ここから始まる。俺たち一人一人が自分の力で未来を作り上げていくんだ。それがどんなものかはわからないけど、でも君との絆は決して消えない。そうだろ、リアラ。英雄ってなんだろう。あ、最近よくそう考えるんだ。世界を救うのが英雄、みんなを助けるのが英雄。18年前、父さんたちは確かに世界を救ったけど、今この世界が平和で美しいのは英雄がいたからだけじゃきっとない。その答えを俺は探しに行きたい。どこかで何かが、誰かが俺を待っている。そんな予感がするから。どうしたカイル、剣先がだんだん下がってきてるぞ。もうバテたのか。くそ、まだまだ。でやーの、なに。やった。おい、大丈夫かカイル。俺の初勝利だね、父さん。あ、そうだ、まいった、降参だ。これでまた一歩、お前も英雄に近づいたってわけだな。うん、違うよ。英雄ってのは自分でなろうとするもんじゃないし、なりたいからってなれるもんでもない。そうだろ、父さん。ほう。お、やってるな、カエル。あ、ロニー。ほら、うちの店のパンだ。売れ残りだがな。ありがとう、いつも助かるよ。はーい、パンダ、パンダ、お腹すいた。メシ、メシ、ご飯だ。うわーい、あらえたよ、おいしいパンダ。ロニー、ありがとう。わーい、わーい。それにしても随分と増えたような気が。何人でもドーンと来いだ。うん、やっぱり父さんと母さんは英雄だと思うよ。当たり前だ。さあ急がないと食いっぱぐれるぞ。うん、ロニー、今度休みの日にゆっくりと遊びに来てくれ。は、はい。じゃあまたな、カエル。ありがとう、ロニー。じゃあね。でさ、奥さんがわっ！って声を上げたら、小麦粉の袋をひっくり返して、頭のてっぺんからつま先まで真っ白け。もう、おかしくておかしくて。そりゃガゼルさんらしいや。父さん、母さん、ちょっといいかな。話したいことがあるんだけど。どうしたの？急に改まっちゃって。俺さ、すごく幸せだと思うんだ。父さんや母さん、
チビたちに囲まれて毎日楽しく暮らすことができて、で、それを分かってて、こんなことを言うのは自分勝手だって思うんだけど、旅がしてみたいんだ俺。広い世界を自分の足で。旅ですって？何言ってんの。あんたにはまだ早すぎるわよ。そんなことないよ。母さんだって俺ぐらいの年にはもう一発のレンズハンターだったんだろ。それに俺には父さんの血だって流れてる。だから心配だっての。とにかくダメったらダメ。もうあんたも黙ってないで何とか言いなさいよ。止めても無駄だよ。実はもう準備だって終わってるんだ。反対されたらこのまま出ていく。帰る。あんた止めるつもりはないさ。行ってくればいい。ちょっとスタン。父さん。ただし条件がある。その旅の中でたった一つでいい。お前にとってかけがえのないものを見つけてくるんだ。かけがえのないもの？それができるなら俺は黙って見送ろう。わかった。ありがとう父さん。ああバッカみたい。これじゃ私一人嫌な女じゃない。わかったわ。スタンがそう言うなら私も反対はしない。気をつけて行っといで。帰る。ありがとう母さん。父さん、母さん、それにみんな、行ってきます。よう、遅かったじゃねえか。ロニー、なんで？まったく親友の俺に黙って一人で旅に出ようなんて、ほんと薄情なやつだぜ。ごめん。でも、どうして？お前の行動なんて何もかもお見通しさ。ガキンチョの時からそうだっただろ。しかしまさかお前に先を越されるとはな。え？スタンさんやルーティーさんに憧れてるのはお前だけじゃないってことさ。さあ行こうぜ相棒。そうだね。確かにロニがいなきゃ始まらないね。お、やっとわかったか。さあ行こうぜ。まだ見ぬ未知の世界へ。うん。旅の中で自分にとってかけがえのないものを探せって父さんが言ってた。それが何なのか今はまだわからないけど、でもきっと見つかる。ロニと一緒なら。風が吹いてるな。うん。こういう風が吹いてるときはいい出会いがありそうな気がするぞ。そうかな。お前にもあるかもな。運命の出会いってやつ。運命の出会いか。ここはラグナ遺跡だな。かつては空中都市と呼ばれていた遺跡だが、あらかた調べ尽くされて考古学的な価値はゼロって話だ。どうした？気になるものでもあったか？いや、そうじゃないけど、ここにいるとなんだか不思議な感じがするんだ。不思議な感じ？口じゃうまく言えないよ。ただ誰かが呼んでるような、それもよく知ってるはずの誰かが。おい気味悪いな。恨みを残して死んだ女がなんてな。ごめんだぜ。そんなに気になるなら行ってこいよ。ここで待っててやるから。うん、そうするよ。ごめんねロニー。
なぜだろう。ここへ来るのは初めてじゃないような気がする。なんだろうこの胸の痛みは。気のせいかな。ロニが待ってるし、もう帰ろう。